こんにちは、210センチ石橋です。今日もバンビさんとコラボしていきたいと思います。142センチのバンビです。バンビさん、石橋さん年上なんだから、ちゃんと立った挨拶した方がいいですよ。立ってますから。立って挨拶してましたから。一緒じゃないですか。いや、僕年上だから、じゃあ僕も立って挨拶しましょう。よろしくお願いします。ね、500ミリリットルですね。500。じゃあ僕持ってみましょうか。こうですね、ほぼもう手で隠れてしまうっていうね。渡した瞬間に大きくなったりちっちゃくなったりしますね。あ、カルピスがね。もう完全にトリックアウトじゃないですか。トリックアウト。こっからこうビューンと渡すると、あれ？そっから、トリックアウト。そっからシューって。すごい、マジック。ヤクルトですもんね。ヤクルトね。で、今日はね、自撮り棒を使って、この2人が自撮り棒を使ったらどういう絵が撮れるかをちょっとやってみたいと思います。まずは僕が自撮り棒を持って3メーター先っちょ映ってます3メーター70の世界から撮ります。すごい上空からですね。すごい上空、ちょっと歩いてみますよ。ただでさえ俺顔でかいのにめちゃくちゃ顔でかいじゃない。僕も首が痛いですか。え、大丈夫ですか。首が痛いです。見上げてらんないから大丈夫ですか。すごいですよこれ。後期見上げてるみたいな。バスケットのボールよりも何センチ高いんだろう。50、60センチぐらい高い。そんな高いですか。ね、ドローンです、ドローン。次はバンビさんに持ってもらって持ってもらってはい、大丈夫かな、はい、石橋さん、頭ぶつかっちゃう。入ってないでしょ、これ。ちょっと、入ってない。ギリギリ、もうめっちゃドアップになっちゃった。すごいアップ、なんか遠いな。めっちゃドアップになっちゃった。遠い。2メーター30ぐらいですか。はい、これぐらいですね。ね、やっと届いてるぐらいです。ちょっと歩いてみましょうか。これで歩けます？歩ける。もう画角から外れちゃうっていう。すごいな、バックしますよ、はい、すごいな。ていうかもう俺、頭上危ないぐらいな感じ。そう、危ないです、当たりそうです。もう一回俺持ってみますか。ここ全然違います、全然違います。すごいね、さがやばいっす、ね、これは多分見てても絵はすごいと思うんですよねこの差はね、すごいですよね、面白い。あ、でもこれも面白いね。これもすごいですね、はい、縦にしてやっと入るんですよ。横じゃ絶対変です、もう子供じゃないですからね、一応、はい、成人してますんで。38ですね、はいはい、まあでも僕よりだいぶ年下ですけど。はい、ありがとうございます、はい、なので僕が38ってことは13歳下ですね。あ、そうですね、はい、だから、6歳ぐらいの時に、バンビさん6歳ぐらいの時に俺が19ぐらいですか。そうです。その時に、19の時は僕はもう2メーター5ぐらいだった。そんなあったんですかダメっすね、もう全然。その頃でやってたらもっと身長差あったかもしれない。いや、もう多分やばかったです。ここぐらいだったかもしれない、ね、はい、ありがとうございます。またね、はい、いろんなところでコラボしていって、そうですね、この日本一の身長差をまた生かして、はい、どんどんやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。